今回はこちらのデスク下の膝掛け、ちょっと小さめの膝掛けなんですけど編みましたので皆様にご紹介したいと思います。今回使用した毛糸はヤーンスピレーションズさんのキャロンのビッグケークスを使いました。これ同じやつなんですけど色が違うんですけども、 こちらは、同じタイプの色違いです。で、ミディアムウェイトですね、4番、棒針が 5mm、 かぎ針も 5mm ですね。洗濯はできます。 100% アクリルで、これが 551m あります。使用した針の大きさは、5mm です。棒針 5mm で、ちょっと長大きかったんですけども、 70cm ぐらいのケーブルで編みました。大きさは本当に膝に乗るくらいなんですけど、 56cm で、長さはもうとっても簡単なパターンなので自分の好きな長さで編んでいただいていいんですけど、幅は 56cm、 長さが私が編んだやつは 76cm です。でちょっと膝がかぶさるくらいの感じです。作り目112目で、最初は6段ガーター編みでいきます。1,2,3,4,5,6 段ガーター編みで、ここから模様編みに入っていきます。で両端もガーター編み、5目ガーター編み、両端5目ガーター編みで、6段ガーター編みで、ここからずっと模様編みに入っていきます。それでは編んでいきます。最初5目は表編みですね、ガーター編みになります。左上2目一度、裏ですね、裏の左上2目一度を3回、1回、2回、3回、次からずっとリピートなんですけど、掛け目して表編みを5回、1回、2回、3回、4回、5回します。そしたら掛け目1回します。で、裏目の左上2目一度を6回。1回、2回、3回、4回、5回、6回、2,4,6回ですね。2,4,6,8と、でここに掛け目が1個入って、左上2目一度が1回2回3回4回1回6回と入ります。これの繰り返しをしていきます。はい、次は掛け目をして、表編みの掛け目表編みかける5ですね。1回、2回、3回、4回、5回、そうしましたら掛け目1回して、裏目の左上2目一度を6回ですね。1回、2回、
3回、4回、5回、6回。ここガーター編みですね。1、2、3、4、5はガーター編みで、ここは2目一度、最後6目残ってます。なのでかけ目1回して、あとは3回、左上2目一度、1回、2回、3回して、あとここはガーター編みですね。1回、2回、3回、4回、5回。はい、裏にしたら最初の5目はガーター編みですね。1回、2回、3回、4回、5回で全部裏編みです。最後のこのガーター編みのところまで、ここまで、ここまで全部裏編みです。でこの掛け目のところを落とさないように注意して裏編みをずっと編んでいってください。はい。はい、では表編みで最後まで編んでいってください。最初の5目はガーター編みで、表5目ですね。で最後の5目ガーターなので、表編みでここまでずっと裏編みでやっていきます。編んでってください。それでは最後なんですけど、ガーター編み6段編んで、最後はバインドオフしておしまいです。はい、じゃあガーター編みを6段編んでいってください。はい、じゃあ6段編めましたので、伏せ目をしていきます。特に難しいことは全くないのですが、2目編んだら1目をかぶせて伏せていきます。